ジェイコブ・ジャビッツ・コンベンション・センター・フランク・ゲイリーの IAC ビルとジャン・ヌーベルのヌーベル100、スターレット・イコール・リービル・シルバー・タワーズ11番街はニューヨーク市マンハッタンを南北に走る大通りである。11番街はウエストサイド・マンハッタンのハドソン側のすぐ近くを走っており、南端はウエストビレッジのミート・パッキング・ディストリクトのガンズ・ボート、ストリートで北端は59丁目である。 11番街の南端のガンズボートストリートの地点は、他にも10番街とウエストストリートの起点、または終点となっている。ガンズボートストリートと西22丁目の間の区間では11番街はウエストサイドハイウェイの一部となっており、西22丁目の地点で11番街はウエストサイドハイウェイから分岐する。これより北では十一番街は八百十一年委員会計画の 標準的なアベニューの道幅となり、他の数字名のアベニューと並行して継続する。11番街は22丁目の地点で12番街から分岐して、以降も24丁目までは両方向通行であり、24丁目から44丁目までは南への一方通行道路となる。以前は34丁目から40丁目の間も、リンカーントンネルへのアクセスのための両方向。 通行であったが、地下鉄7系統延伸工事のためにこの区間は一方通行となった。西39丁目から59丁目の区間は、マンハッタンの自動車ディーラーの密集エリアであり、ガソリンスタンドや戦車、修理ステーション、レンタカーサービス店も数多くある。この一帯は100年以上前から運送業が栄えていたエリアで、現在でも、 マンハッタンの多くの馬車や自転車タクシーはこのエリアに馬小屋や駐輪場、車庫を置いている。59丁目より北の区間はウエストエンドアベニューに名称が変わり、ストラウスパークのある107丁目より北はブロードウェイと合流し名称もブロードウェイに変わる。ウエストエンドアベニューは十九丁目から百六丁目までは両方向通行だが、百六丁目から百七丁目は ブロードウェイから分岐する南向きの一方通行である。この約2マイルの区間はアッパーウエストサイドの歓声な住宅街である。かつてニューヨークセントラル鉄道のウエストサイド線は11番街沿いに平洋軌道が走っていた。これは鉄道と自動車の事故頻発路線であったため市のアベニューとして有名であった。1934年 市のアベニューの代わりとなるヘンリー・ハドソン・パークウェイを建設する法案が可決された。11番外沿いに1ブロック以内にある名所。ありがとうございます。